皆さんこんにちは、僕がやっているストレッチ企画第2弾では、第2弾では、前回できなかったところをできるようになるために、ストレッチをしていきたいと思います。ではこちら、まずは普通に前屈をしていきたいと思います。これが僕の今の限界です。ですが前屈にすごく大切になってくるのはこの骨盤を立てることです。僕みたいに硬い人は多分この床じゃできないと思うので、こういった段差を使って前屈をしていきたいと思います。まずは骨盤を立てる、そこから曲げていきます。前から見たらこんな感じになってます。まずは同じく骨盤を立てる、で曲げていきます。では次のメニューに行きたいと思います。2つ目、開脚です。今見て分かる通り、このまんまじゃ全く骨盤が立っていません。曲げても変わりません。ですのでこちらも同じくこういった台を使って骨盤を立てながら曲げていきたいと思います。いきます。まずは骨盤を同じく立てる、そのまま前に倒れていきます。そうするとこの内側がすごく効いてくる感覚が味わえると思います。はい、では3つ目いきます。では3つ目、胸開きです。胸開きも40度、45度とそんなに曲げることができなかったので、それができるようになるためのメニューを一つ紹介したいと思います。では行きます。ではフォームの説明をしていきます。まずは上の小方の足を90度に曲げます。この時膝が地面から浮かないように下の方の腕で足を押さえます。そして枕などを用意してもらって頭を楽な位置に置きます。そして上の腕で胸を開いていきます。この時大切になってくるのは目線も同じく腕の方に向けることです。この腕の角度が下になってしまったり上になりすぎてしまったら伸びる方向が変わってきてしまうので、斜め上の方向に向けます。これを10回から20回ゆっくりやってもらいます。はい、今日も3つのやり方、ストレッチの方法を紹介させていただきました。ちょっとの動きでも汗をかきますので、ぜひ試してみてください。皆さんで柔らかい体を作っていきましょう。